今回はですね、牛の方も個性豊かなプリンセスに集まっていただきましたので、早速ご紹介したいと思います。まずはこちらの方です。どうぞ。ごきげんよう。は？ごきげんよう。ちなみに何かコンセプト的なものってあるんですか？私はお嬢様学校のプリンセスです。久しぶりだね。プリンセスプリンセスなんだ。M とか歌ったりするのやっぱり。でも学校はそうか。そうなんですよ。一応そうだよな。こう見えて青山学院大学卒業なんです。でもお嬢様がいっぱいいるところでレジ打ちのバイトやったんだもんな。しですよ。じゃあ、今日はお嬢様キャラのプリンセスということで。なんか下島のものがざわざわしているわ。すっごい無理な感じがどん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 湧いてきてるんだけど、大丈夫か、いけるか、お前これで。大丈夫。行くしかないもんな。大丈夫です。はい。ございますわよ。大丈夫でございますわよ。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いてはこんな方です。タカさん、マジでさ、おはよう。マジでおはようございます。え、おはよう。わからないな。おはよう的な。的なえ、マジでウケる。いや全然ウケてない。無理がありますね。いやお前一人で。え、どういうコンセプト？ギャルプリンセス的な。ギャルまあまあルーズはね、ちょっと。それ何、これ何、こんなポーズあったっけ。ですか、カメハメハ的なもの。違いますよ。うわっ、おめえ強えな。悟空だ、悟空がいる。違う、ない、ないこれ。小顔に見せるポーズ流行ったんですよ、昔ギャルの中で。あ、これじゃなかったような気がするけど、なんかそういうのやったね、小顔っぽいのね。はい、ギャルです。ギャルね。視界に次の方が入っててすんごい不安なのよこれ。大丈夫かな。次も強烈ですから、ね。はい、さあじゃあ来ていただきましょう。こんな方です。レレレのレレレのレって言った今。エレはエレ、エレ、エレ、こんにちは。読売高校底宮朝横。探してる探ってるな自分の中で。またの名を四代目スケバンデカ。しばけとったら許さんけーの。これはあのキャラ的にははっきり分かるんですけど、ね、スケバン系ですよね。スケバンじゃの。じゃの。探り探りやってる感じが。大丈夫？やっぱ不安なんだ。すぐに返事が返ってこない。すいません。私たち全員目が泳いでるのお気づきですか？いやもうとっくに気づいてるよ。これを見て、いや、まれにね、うわ、かわいいって言ってくれるファンもいますけども、そういうの真に受けちゃダメよ。分かってます。俺は常に冷静に君たちを見てて、はい、これはもう厳しいなと思ってるから。おっしゃる通りだと思います。大切なご意見ですね。はい、